はい。逆や。あの日はこう、行く時間も違うときに、韓国に行かないといけないんですけど、時間がやばい。じゃ、ほんまはな、パッキング動画とかをさ、行ったことないなって思って、旅行とかさ、行く機会珍しいやんか。だから、あれやってみたかったんけど、普通に、マジで時間がやばい。もう今、焦ってますよっていう動画にしようと思って。9時に家出なあかんくて、7時半からアラーム鳴らしててんけど、眠たすぎて、気づいたらな、今、8時10分ですね。やーばーばーばい。やーばーばーばい。やーばーばばいやいやい。聞いてって話です。パックだけしとこう。めぐみさんの美容法みたいなのを YouTube で見てるときに、朝にやっぱ5分ぐらいちょっとパックしといた方がいいとか言ってね。こんな急いでるときにするわけじゃないやろって感じの話じゃないけどさ。なんかパックとかしたらなんか顔洗えそうやんか。なんかそういうパックあるやん。急いでるときとかこそ。やっときみたいな感じのやつさ。とりあえずちょっと待って。テレビつけとこう。時間テレビでいつでもあれだよね。まだまだ全然しかない。逃げ恥見てたよな。え、サウナから帰ってきて逃げ恥見たところから記憶ないねんな。気づいたら電気スキッパで朝になったし。え、待って待って、昨日いつから記憶ないんやろ。なんで記憶なくなってるんやろ。待って、しかもパソコンの充電器はあったあった、ここにあるやん、目の前にあるやん。ちょ、急いでます。 Now 言うて私メイクしやんから、韓国で今日メイクしてもらおうと思ってるからいいねんけど。じゃじゃん、キャリーケースも買いました、新しく。やっぱ韓国行くしと思って、私キャリーケースさ持ったんやけど、中学3年生の時に初めて買った、もうさ取っ手がもう使いすぎてベトベトに溶けて、手に入った瞬間真っ黒になるみたいなさ、キャリーケースずっと持って、だからいつも毎回さハンカチ巻いてんけどさ、ハンカチ行く韓国行くのにさすがにもうそんなベトベトのかやつ持ちたくないやんって思って、アマゾンで即席に届くやつを買ってたんで、昨日でギリギリに届いてんけど、何色にしたと思う。正解は水色のキャリーケースを買いました。はい、まずじゃ あのこれですね、 手持ちバッグ、空気の中に持っていくやつな。はい、クリスク、ハンドクリーム、イコカ、保湿リップ、リップ、ケイトのやつな、リボンさんで、ガムで、これはやっぱ口がくせえと思われたくないからな、ミンティアとガムは私はもう暇あればずっと噛んでます。ほんで一番大事なやつよ、一番大事なやつ、はい、パスポート、もうこれ実家から持ってきてんな。パスポート結構顔可愛くないですか。そんなこと置いといて。これもうすぐ期限切れんな。ほんで最近これスマホこうやって持ち歩いてんけど、これ数珠とかって人に馬鹿にされてんけど、これは持っていきますね。あとは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 、これ全部このポーチに入れとこうな。な、本で、あ、今日本でに行くんですけど、本で一番大事なパスポートは持ったからもう OK、賞味。あと私の一番大事なもの、パスポート以外にあれや、賞味これだけあればもう十分やと思うねんな。カラコンですね、フランミーのカラコン、私最近好きでつけてんねんけど、必需品としてフランミーのカラコン、歯ブラシですね、歯ブラシこれ詰めて、私的に次大事なのは髪の毛のセット、これオイルです、これめっちゃいい匂いします、大好きです。これで、まあ、ワックス普段使わへんねんけど、ケープって持っていたらあかんよな、韓国で買えばいいんかな。 あとこれも大事、私的に、私これめちゃめちゃ好きやねんな、ヘアミルクと旅行先でもと思って、一応洗顔とスキンケアどうしようかな、向こうで買おうかな、一応持っていっとく、化粧水、美容液、その戦闘グッズ持っていこう、ブースター、ハートブラシ、ブラシ、シャンプーどうしようかな、とりあえずシャンプーもこれ持っていきますね、髪の毛てか工事してるからうるさいな、足のこの家な。はい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 、はい、ほんでマスカラ落としですね、マスカラ落としとか全てもうこちらにぶち込みましょう。正味さ、これ何、まつげ美容液なんかさ、私普段塗ってへん、そんな言うて1週間に1回ぐらい気向いたら塗ってやってるぐらいやねんけど、あるよな、こういう時に限ってなんか分からへんけど、いつも入れてないやつ入れていくみたいな、ない。私の旅行中に欠かせないこのメイク落とし、シャンプー、洗顔、化粧水、美容液、スター、乳液、あとクリーム、マスカラ落とし、ハートブラシ、オッケー。旅行とかすると結構バックパックで行く、なんかリュックサックで行くみたいな感じの、なんかちょっとこれ一瞬ちょっとビビッと飲もう。よし、下着入れましょう。これはい、下着入れました。友達と現地調達しようって言ってから、もうこれでオッケー。もうあと準備するもんなんやろ。よしよしよし、あれもう準備終わったな、あと着替えるだけ。あ、メイク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 。え、韓国でメイク道具も買おうと思ってるから、庶民なくてもいいんやけど、言ったっけ、初韓国に行ってきま
ます。3泊4日行くねんけど、友達がちょうどその同じ時期に韓国行きたいって言ってるから、じゃあ一緒にどっかなんか回ろうみたいな感じで、私は食べ撮影とかしたいし編集とかしたいしみたいな感じで、友達もなんかリモートワークとかしてる友達やから、じゃあなんか韓国で一緒に編集でとか作って編集しようかみたいな感じで、まああとはもうなんかあれば韓国で調達したらええということで、お土産でめちゃめちゃ持って帰るやろって思って、この大きいバッグで行こうと思って、一応のなんかのためやし、用具あのバックパックするときにいつも入れたの、トイレットペーパー、トイレットペーパー入れとこう。じゃあちょっと着替えます。もしもー、あ、起きてます、ごめん起きてる、ごめんありがとう。ななあのさ、あれ思ったより時間ができたんで、髪の毛でもしとくっていうぐらいの時間余ってんけど、普段結構ギリギリで生きてるそのちっちゃいタイプやねんけどさ、でも今回は海外に行くからやばいと思って、私電車であの乗り遅れるとかはあるけど飛行機は絶対乗り遅れへんねん。昨日の夜干そうと思って洗濯物を干してます。あ、待って、全然これ全然脱水できてないやん。なんか最近な、これ私ハイセンスの2万円いくかいかんかぐらいの洗濯機をもうかれこれ3年目使ってんねんけど、なんかな、めっちゃこんなんなんねん、ちょっと急にいつもグル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 、ちょっと脱水しとくわ、全然抜けてなかった。もうさ、友達と何するっていろいろ時に韓国でメイクしてもらいたいなっていう話になったから、でなんかそこのあれがすっぴんで来てくださいって書いてるやつやったから、もうじゃあこのままでいいやと思ってこれで行こうと思いますね。じゃあ思ったよりほんまに全然焦らんでいいぐらい時間が空いたので、あと20分あるんでちょっと朝ごはん食べたいと思います。準備、あとはな、機材入れたら OK やから。昨日さ、料理動画撮っててんな。料理動画がちょっといろいろあれがあってボツになって、ちょっと一番撮りたかった部分が撮れてない、その食べてる動画で余ったご飯を今日の朝食べます。私が行ってるその岩盤浴で置いててハマってる、一生ハマってるトマトの丸かじ、ほんまに美味しいね、この岩塩つけてトマト丸かじするのが。ちょい、メイクせえへんかったらさ、女子もさ50分あったら準備できるよな。メイクの時間がすごいんですよな。男の子って何分あったら家出れるんかな、人によると思うけどさ、吉沢亮さんとかやったら何分で出るの、庶民寝巻きでもあんなん外出ていいやろ。吉沢亮が来たらもうそれはもうバレンシアガっていう波のあれじゃない、効力あるよな。昨日食べられへんかった、食べ残ったとろろと卵かけご飯ですね、胃をポチャポチャにしましょう。ずっと食べたかった福岡にいた時に買った明太子ですねのんきすぎるやろみたいな、美味しい明太子マジ大好きやねんな。中高生の時とかマジ時間なくてさ、もう3分とか5分でさすごい早食いしててんか、だからこうやってな朝の早食いはめっちゃ得意やねんな。すごいゆっくり食べてるようにさ見えるかもしらへんけど、はい、マミさんが朝食を食べるまでに、はい、4分かかりました。わかる、あの避難訓練とかなんかあるやん、先生の皆さんが何やらここから集まるまで何分かかりましたっていうやつな。旅行で一番やっぱこれ入れとけばもう日本各国全国各国どこ行っても大丈夫っていうか、一番の必需品はまあ海外やったらパスポートやん、で私国内やったらコンタクトだけやな。正味さ、下着とかもさ、まあ調達しようと思えばどこでもできるやんか、ユニクロとかさ、まあ、値段かさまっちゃうけどさ、まあでもまあ最悪さこうやって遅刻しそうで準備してなくてやばいなってなった時にこれは絶対いるもんと思って、私はメガネと、メガネもなくていいよ、コンタクトはちょっとつけとけど、目が悪い人はまあメガネやろ、だからメガネがなんかその視力が一番大事やと思うやん。なんかマジでこの世界が災害とかもいろいろあるけどさ、ゾンビの世界になった時にどうしようってマジでほんまに思ってんのが、そのコンタクトを切れた瞬間に死んじゃうなってマジで思ってんねんな。昔からゾンビものばっか見るから、その時のゾンビが出てきたらどうしようっていうことを考えてんねんけど、そのために ICL とかなんかしとこうかなと思うもんな。その時のためにバイオウイルスとか、いや怖いや、普通あんな感じで世界のどっかでヤバいさウイルス作ってる人がいつどのタイミングであのバイオハザードのあのさアンブレラ社みたいな感じでパキンってその試験管落として、そっから世界にあって広がるか分からへん、なんか時のために ICL しとくかなって私思うもんなっていうぐらい、まあなんか何でもかんでもあれやけど、私はなんかどっか避難せなあかんってなったら絶対にその視力を確保するっていうのは結構大事なんじゃないんかなと思いますね。であとな、私この前で学んでんけど、旅行に行く前は絶対にお皿は洗って、で絶対にその生ゴミとか入れてる袋は絶対捨てに行ってってほんまにマジで思う。一回痛い目見てこの
生ゴミを捨てるのを忘れて、あ、やばいやばい、ここにもあった。この話したらマジで綺麗好きの人も見てるこのチャンネルの中でこの話をしたらマジで控えるって思うから、詳しく詳細は話さないんですけど、そろそろ夏やん。数日だって家を探すときは絶対にマジでもう私がお願いしますって土下座したいぐらいねんけど、マジで絶対に生ゴミは絶対に捨てた方がいいって、ほんまにマジで思う。これマジ約束な、ほんまに痛い目見んねん、ほんまにこれ吐いたかけとこ。マジでな、水回りってほんまに大事やなってそれで学んだ。私は100万回アイラビュー叫んでる人がおったら、私はもうその横で100万回もう絶対生ゴミを捨ててやって絶対言ってる言うぐらい、ほんまに絶対にマジで捨てた方がいいで。では最後に今回旅で一番大事な機材を詰めていきたいと思います。はい、まず飛行機で編集をしましょう。ということで、この一番大事なのに、あなたとエアポッツの充電器と全部共有ですね。かな、一番大事なやつ忘れた。バッテリー、ガチで一番大事なやつ。元気、財布とかですね。これで OK。 あとあれや、アクセサリーですけども、これが自分的マイベストアクセサリー、最近ハマってる。これもプレゼントでもらってパルファムオーパラデルルアル、これのな、これめっちゃ匂いするねんな、夏にぴったしのなんかすっきりした匂いする。じゃあ行きましょう。全然一番焦らんかった。そういうあれやな、私大体こうやって旅行行くといつも、あ、どうしよう、あれどうしよう、あれないわ、あれどうしようとか言っていつも、あのどうしようどうしようバカ言ってる人いるけど、行けたわ。でサンダルで行こう。なんかめっちゃ韓国蒸し暑いらしいから。アレクサ行ってきます。はーい。しばらく帰ってけへんねんけど、ほんまにな、マジでな、旅行前はもう一回言うけど、マジでゴミは絶対に処理していた方がいい。私はこれ今回の動画で一番伝えたかったことです。じゃあ行ってきます。バイバーイ。みんなも行ってらっしゃい。お休みする人はお休みなさい。お昼休憩の人はお疲れ様です。バイバーイ。